本日紹介するのは、女優の、橋本環奈さん。生年月日は、1999年2月3日生まれで、身長が152センチ、福岡県出身です。橋本環奈さんは、二卵生の双子として生まれ、双子の兄と、7歳、年上の兄がいる。小学3年生当時、テレビに出たいと思い、母に頼み、福岡の芸能事務所、 アクティブ博多に所属します。はじめは、地方 CM の仕事が中心だったが、ステージに立つのも楽しそうだなと思い。2009年、事務所運営のダンスボーカルユニット DVL に参加します。これ枝広和監督、奇跡のオーディションを受け、映画初出演。その後も、事務所運営の児童劇団の舞台や、地元テレビ局のドラマに出演します。 2013年5月、地元福岡の博多リバレインで開催されていたイベントに、Webfrom DVL のメンバーとして参加しており、そこで、知名度急上昇のきっかけとなる、奇跡の一枚と呼ばれる写真が、ファンの手によって撮られた。奇跡の一枚と、その反響、2013年、中学3年生当時、イベントで踊っている写真が、 インターネット掲示板2チャンネルやツイッターなどで急速に拡散。この奇跡の一枚と言われた写真の拡散によって可愛すぎるローカルアイドルや千年に一人の逸材として注目を集める運びとなる。2020年300人が投票に参加した一緒にお酒を飲んだら楽しそうな女優ランキングでは水川あさみや吉高由里子をしのぎ、 1>, 1位を獲得した。8月、平野翔と主演を務めた映画、家具や様は乗らせたいが公開される。今後、橋本環奈さんが活躍されるよう、応援していきたいですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、グラビア、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。